ーってみんながバーってやって、で、どうですかどうですかってやつをまとめてまたバーってやったら、バーって動く感じです、うん。その時にバーで説明されました。はい。早稲田メンタルクリニックの院長マスターです。ゲストに。ゲストの精神科医の松崎朝日でございます。これゲストっていうか、ここね、つくば市なんです。あの、物理的には増田先生につくばに来てもらってるんだけど、本当ここの動画的には、僕喋りすぎ？いやいやいや、はい、何もノープランで始めちゃいましたけど。だって、打ち合わせないもん。そうですね。まあ、せっかくなんで、このうち、これも含めて。打ち合わせないっていうか、なんか話すテーマとか考えてます？いや、何も考えてません。という打ち合わせをしました。まあ、そうですね。いや、そうですね。すいません。なんか。いや、増田先生らしいと思うよ。いやいや、ここね、僕の動画見てる人だったら知ってるかもしれないんだけど、セカンドチャンネルで、よく、そこは駅なんだけど、駅まで来て、あ、撮るかなと思うと、ここに寄って撮って帰るっていうことをしてる場所なんですね。なので、マイホームようこそ。ありがとうございます。いやそろそろ動画終わっとく？いやいやいや、まあちょっと時間があるので、うん、まあちょっとマニアックな話を、いや、自助会を僕今始めてまして。あ、来ました。なんか今、この話来ました。自助会を。はい。もともと YouTube を、まあ、患者さん向けにやってたんですよ。もともと患者さん向けに、まあ、やっていて、それが結構なんかバズって、うん、1万人超えたぐらいのところで松崎先生に声をかけさせてもらったじゃないですか。そこでギルドが始まりました。それでギルドが始まって、でなんかやってたらですね、うん、今度こうコメント欄で患者さん同士のディスカッションが始まったんですよ、うん、それでなんかもったいないなってことで、うん、自助会もやろうかなと思って、うん、まあ重い腰を上げて今年の3月から始めたんですね。3月24日から。あ、そんなもんか。そうなんですよ。半年ちょっと。だから、もともと、なんかね、あんまり言うとあれですけど、めんどくさいと思ったんで、やりたくなかったんですけど。めんどくさいと思って、やりたくなかったのにやってんの？そうです。だけど、まあ、なんか求められてるなと思って。うん、で、まあ、YouTuber だとオンラインサロンをするんで、うん、まあ、オンラインサロンみたいな感じで始めたんですけど、うんうんうん、まあ、結局、自分じゃそこまで管理できないんで、自助会っていう名前を使わせてもらってるっていう感じですね。はい。自助会。例えば、病院とかがデイケアとかをやるっていうのは、病院主体でやるものだけど、自助会っていうと、基本的には、まあ、当事者の方、精神障害者なら精神障害者の当事者の方、が主体となって運営するところに、まあ医療者が、まあ何かこう、アドバイザーとしてつくこともあればつかないこともある。まあそのスタンスですよね。そうです。なので主体を自分に置かない形を取ったと。一応そういうことで始まって、うん、で3月から始まって、最初はもうよくわかんないものだったんですけど、最近ちょっと形が少しずつできつつあってですね。これね、うん、前ね、学会の時で、増田先生と動画撮ったよって思ったんだけど、僕ね、結構ね、カメラの方を見るので、増田先生がね、僕の方を向いて喋るっていう、この図ね、二度目だね。ちゃんと見なきゃいけない。いや、人の話の腰めっちゃ折りましたね。3月から始めて、そしてそれなりの形になってきたんだけども、って言ってた気がする。人の話聞いてるでしょ、はい、それで、今日、自助会の人に増田先生とお会いするんで、うん、まあ今日じゃなくて1週間前ぐらいから、聞いてほしいことありますかっていうのを、募集してたんですよ。そんなことしてたの？はい。そしたらですね、あんまり質問来なかったんですけど。なんか。それそうでしょう。だけど、まあ、来たやつの中でですね、自助会とかコミュニティについて、松崎先生はどう考えているのか聞いてください。ざっくりした質問だけが来て。質問がでかいよ。でかいんですよ。そうです。なんか、さて、じゃあ伺いましょう。愛って何だと思いますかぐらいでかいよね。そうなんですよ。いや、でも、うん、自助会って、これ、とあるところから質問いただいた時にも思ったんだけど、医療は、日本の医療はかなりこう、いろいろなことができます。うん、なんだけど、すべてのことができるわけではなく、うん、特に、なんだろうな、社会参加のレベルになってきた時に、す
すごく後押しできる医療施設ってすごく限られている。そんな中でまあ自助会っていうのがやっぱり最後の最後は当事者主体になってやるってことは大切なんじゃないかな。なので自助会っていうのは本当にもっともっとあってしかるべきなのに残されてる課題じゃないかなとは思ってます。これ答えになったね。思った以上に答えたね。いや今それで、うん、スラックを作ってやっていて、うん、であとディスコードってやつも使ってるんですよ、うん、ディスコードも使ってあとズーム使って、うん、ツールが多いな。そうなんですよ。あとは最近今日僕もキャンバーってやつを使ってるんですよ。何それ。あの、うん、プレゼンとか簡単に使える作れるやつがあるんですけど、うん、デザイン向けのソフト、あれがウェブサイトも同時に作れるようになっているんで、うん、それも使ったりとか、まああとノーションってやつも使ってるんですけど、なんか知らないものがいろいろ出てきて、もう IT の IT 関係が結局なんていうんですかね、あのチームで物事を進めていく、もうかなり人的な作業じゃないですか、プログラミングの世界で。キャンバー出てきた。はい。アメリカはペンシルバニア州の老舗スポーツウェアメーカーキャンバー。これですね。1948年に。アプリのキャンバーです、ね。違う。はい。CA。ペンシルバニア州のシニアスポーツキャンバーメーカー。違う違う。そう。絶対違うと思いながら読んでる。まあいいや。うん。まあ、キャンバーの後にもう一つ言ったのもう忘れてるし。ノーションってやつ。あ、ノーション。ノーションもなんか、よくわかってない。そう。そう。いや、もう。もう早すぎてついてきてないんですよね、僕も。実は。つけてないんだけど、なんかやってますね。はぁ、うん、いや、私自身も、あの統合失調症 VTuber の森の孤独さん、うん、主催の森の部屋という統合失調症の、まあ、自助グループと言いながら今のところ医療者が結構、うん、バックアップというか結構表に出てやってるようなやつ。そこでも、スラックを最初使っていて、ディスコードに引っ越して、うん、そして、まあ、実際、メタバースのツールをまた別に使うっていうね。そして、ツイッターも、いろいろ最初の導入に使ったりとか。なんか本当に、インターネット上のサービスを複数駆使しながらいろいろやっていくみたいな形、一緒なんだと今聞いてて思いました。あ、ディスコードでもう24時間繋がってるんですね。うん、別に、あの、相談乗ったりは一切してません。でもみんなでチャットしてるんですか？そんなにチャットしてないんです。なんかね、あの、森の部屋っていうその会が行われるときに URL を告知したり、あとはいろいろこうグループ分けを告知したりして、その後ちょっとなんかこう、なんか話が弾むと何かそのまま会話が続いてたりとかいう、ゆるい感じ。ゆるい感じだね。うちは今結構発達系の人が多いのか、なんかめちゃくちゃ活動してますね。いやじゃあ、めちゃくちゃってことは、しょっちゅうディスコードの方の通知が来たりする。ディスコードっていうか、スラックの方がずっと動いていて、うん、ディスコードは一回トラブったんで閉じたんですよ。もうチャットが長すぎて、夜中中ずっとみんながチャットしたりとか、それでもう人間関係ができちゃって、悪口とかが始まっちゃったんで、一回閉じたんですよ。収集つかなくなった。そう、話が弾むと夜中まで話し始めるっていうかね、それは何時か忘れたけど、夜中これ以降はもうなしにしてねっていう、別に設定とかじゃないけど、もうそっから先は寝ようねっていうルールになってます。あ、なってる。やっぱこういうの必要ですよね。そうなんですよね。あとはね、人間関係複雑になるとね、それだけいろいろ出ますよね。だからそのためのシステムとかを考えたりとか、うん、あとでもいっぱいアプリケーション使った方がいいみたいですね。なんで？だから、一つしか使わないと、こう、大きいリビングみたいな形で、みんなの行動が見えちゃうから辛いらしいんですよ。仕切りが欲しいみたいな形で。あ、だから、複数のアプリを使うことで、なんかこう、部屋を分けるみたいな。なるほどね。そうみたいですね。ディスコード派、スラック派みたいな。そうなんですよ。いろいろ分けた。まあ、リビングルームにいるのか、子供部屋にいるのかみたいなのが、なんか、なんとなく集まるみたいな感じね。そうです。その発想なかったなぁ。みたいです。その発想なかったな。はい。それもなんか教えてくれました。いや、うちのさ、ギルド、はい、精神診療、心理系のこの動画配信研究会、もう、ズームでみんなでミーティングやると、
もうなんかこう、話すハードルも高くなって、ずっと黙ってる人もいたりする。なんかもうちょっとなんかこう、メタバース的なもので、おのおのが話せるようになったらいいね、みたいな。あ、そうだ。いなかった。あ、いなかった。すいません。すっぽかしたっていう。初めてすっぽかしたんですけど。この間ギルドの定例会あのギリギリすっぽかしたというよりは遅刻になったかな。遅刻5分、最後の5分なんか急にさ、なんかズーム以外で定例会やろうみたいな話が最後急に起きてた。ああ、ディスコードで。ディスコードじゃなく、あ、クラスターで。クラスターでもなく、な、僕も名前し忘れちゃった。わかります、わかります。それも結局こうみんなで一箇所で話すんじゃなく、なんかこう、テケ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 歩いて、こっちの方で話そうぜ、こっちで話そうぜ、みたいな感じでできるみたいなシステムにし、もう使ってみようぜっていう。そうなんですよね。なるほどね。なるほどね。みんなが集まって顔見えるのが全ていいわけじゃねえな。そうなんです、ね。いや、結構、難しいんですよね。僕がもともと一人、うん、一人になっちゃうタイプなんで、一人が好きじゃないんですけど、その、チームプレイをそんなするタイプでもないんで、謎なんだから、あんまりこの、まとまるっていうことのモチベーションがそもそもないんですよ。その、精神科医ってみんなそうじゃないですか、でもそもそも。あの、まあ、いわゆる陽キャ、陽キャ、陽キみたいのは少ない集団ですよ。そう、だから分かんないんですよね。なんか野球部とかサッカーみたいな、とりあえず集まると楽しいぜみたいな雰囲気が分かんないから。あの、僕、なんかこう、ね、ジェスチャー派手だったり、発言ガンガン言ったりするから勘違いされるかもしれないけど、僕も結構一人を好むタイプだったりして。うん、まあでも、まあ、だほっとくと孤独になるタイプですよね。そうなんですね。分かんないんですよね。だから、本当に。わかんないんですよね。でもまあ、あの、情報収集って意味でとか、うん、そういう、まあ、あの、意味では結構有用なものなので、自助会もやってますね。あ、うん、自助会、うん。いろいろ、インターネット上に自助会増えていくのかな。コロナ前結構多かったんですよね。コロナ前多かった多かったんですよ。コロナ前は結構あって、で、コロナで一掃されちゃったんですよ。割とカジュアルなところが、うん、でちょっとマニアックなところだけが生き残って、あのカジュアルでなんかふわっとしたところは結構一掃されちゃって集まるな、うん、そうか、まあリアルじゃなくてもオンラインでより気軽に、うん、まあデジタルなノウハウが必要になっちゃうけど、まあそれを乗り越えた者たちが気軽に集まれる集団というのでやってるんですね。そうですね。それも、え、それいずれ学会発表するの？いや、学会発表とかしたいなって思って思うのと、そうだよ。あの、大学にいるもんで、ついつい何でも、え、学会発表するのって言葉になっちゃう。国際学会とかに本当発表したいんですよね。わかんないけど。でも、海外のことが何も知らないからな。そうなんですよね。だから、忙しくてそこまで追えないし、そもそも海外と日本って全然保険の感じも違うし、うん、あと、なんていうのかな。意外と日本の方がちゃんとやってることも多かったりするんで、福祉の世界とか。うん。だからなんか、あんまりこう、海外に報告したからなんかいいことがあるわけでもない。ないですよね。ないけどね。ないけどね。うん。いや、なんかよく日本の精神科はさ、とか、ね、文句を、不満をおっしゃる方多いけど、日本の精神科かなりちゃんとやってるぜ。そうなんですよね。アメリカの方がどうのこうのとか言うけど、アメリカではお金ないやつは全く何も受けられてなくて、お金があるやつがなんか受けられてるとかいう構図だったりするぜ。だから、中国とか韓国とか、うん、アジア圏だとなんか面白いのかなっていう気はしますね。まあ結構、家族観とか社会観も似てるんで、うん、まあ、やりたいなと思ってるんで。まあそういったことについて、ちょっと文献を手に入れて読むとかいうのはちょっと億劫な立場なのか。億劫だし、ない、そうなんですよね。手に入んないんですよ。そうだ、大学にないから。大学にないと、一つ一つ論文読もうと思う、手に入れようと思うと、結構なお金がかかる。そうなんですよね。漫画本とは全然
格にならないものが一つ一つ、そして論文手に入れてみたけど、あ、なんか違ったってがっかりしたりするみたいなことが起きるので、大学とかにいないと、そうか、そうだよ。YouTube 活動とかももうちょっと、海外論文も含めて文献研究、あ、文献を手に入れて読むみたいなことしなきゃなと思いつつ、動いてないんだけど、結局やんなきゃいけないのは僕なのか。でもエビデンスを取ってくるってものでもないんで、なんか難しいなって思いますね。でも海外の事情ぐらいは知っておきたいし、どんなことが議論されてるのかとか。そうですね。知りたいです。知らなきゃなぁ。億劫だなぁ。億劫だなぁ。いや、結構、うん、NPO とかそこら辺の活動とかでもあるんで、よくわかんないんですよね。いやぁ。まあ、3月から始めて8ヶ月。そうですね。これからではあるけど。なのかな。今何人ぐらいか。いや、今360人ぐらい。でかい。いや、結構増えてるんですよ。うん、で、月3000集めてるんですね。うん、で、YouTube とかに1000円取られちゃうんで、2000円僕のところに入るんですけど。うん、で、そこ。すげえリアルな、うん。そうなんですよ。それで70万ぐらい、今収益があって、うん、だから、2人ぐらい雇ってるんですね。2人雇って、プラス10万コンサルというか、そういう、オンラインサロンとかをやってくれてる人がいて、そこのコンサルとかと、あと、その、雑用とかも手伝ってくれてる人がいて。大体人件費も消えるね、これね。そうですね。儲けてるっていうもの、すごく大きなお金が、皆さん思った以上に大きなお金が動いてるなと思ったかもしれないけど、結局人を雇ったりすると、消えるお金だね。いや、そうです。まあ、YouTube で儲けたお金は YouTube で使い切ろうっていうのが僕のコンセプトなんですけど、最初の。一応なんか、あんまり YouTube で儲けたやつを、なんか他のと、自分の懐に入れるのも変なんで。変なの？まあ、変でもないですけど、まあ、なんとなく、そう、最初そう決めたんですけど。あ、そんなこと思ってたの？はい。だから編集代とかにしていくとか、儲かった分だけ編集に入れるとか、儲かった分だけなんかやるっていうことで始めているんですけど。今度は儲からなくなると困るんで。困るね。急に活動が縮小されるの。そう、そうすると急になんか、わーってなっちゃうんで、考えながらやってますけどね。視聴者の皆さん、それでいいの？なんか、マスター先生にもうちょっとなんか、ね、心豊かにしてもらって、なんかこう、フェラーリを使ったドッキリとかしてもらわなくて大丈夫？そんなことはないじゃん。もう開業医だから、それだけ持ってるんで、まあ、あんまりもう、っていう感じなんですよ、ね。大丈夫？なんか高級ホテルを使った、何かハレンチなドッキリとかやってもらわなくて大丈夫？あとは、ただ、いろいろやっていく中で、うん、その、もう一個悩んでるのが、認知行動療法とか、うん、既存の治療プログラムだと、YouTube とかワークショップで使いにくかったんですよ。これ、昨日ちょっともうすでに会話した内容。はい。昨日ね、ちょっと別の用事があって、実はちょっと会ってるんです。オンラインで会ってるんです。ああ、何？え、どういうこと？ CBT を YouTube とかで使いづらいの？どういうこと？いや、だからそれだと、その、うん、本当にお前使っていいのとか、それ研修受けたことないやつが使っていいのとか、なんかいろいろなことが、わけわかんないこと言われそうなんで、横から。もう、なんか自分もその、一応は、その用語の使い方って大事にしなきゃいけないとは思っているので、わざと使ってるんですよ。もう一応、いい加減な言葉遣いをわざとしてるんですけど、厳密に言うと違うなっていうのもあったんで、一回開発した方がいいなと思って、もうワークショッププログラムを作り直しちゃったんですよね。そうなの？そうなんです。それ、何らかの認知行動療法だったら、それについて詳しい人を連れてくるとかでも本当はいいんでしょ？いや、多分、その、著作権的な問題とかがいろいろ積み重なってくるんじゃないかなと思って。そうなんだろうね。いや、だから、その、効果判定をしないと認知行動療法じゃないとか言ったりとか、効果判定するための心理検査は、これはいくらだとか、無断でコピーしちゃいけないとか。これね、皆さんどうでもいいと思うかもしれないですけど、結構そういうのがあるんですよ。で、目立ってるんで僕、なんかつつかれたそうだなと思ったんで、で、自助会の人たちが調べて自分たち始めたものも責任が来たら嫌だなと思って、もう、いっそね、ゼロベースで作った方がいいなと思って。いや、
もちろんちゃんと調べて、本当に大丈夫なものだけを集めてくればいいんだろうけど、それを調べるのすらもう億劫、いろいろ考える中で、それを考えることに労力使うのもめんどくせえっていう気持ちはわかります。そうなんですよ。で、意外と著作権切れてないんですよ。有名なやつとかも。いや、そうでしょう。そうなんですよ。有名で、なんか臨床で適当に使ってそうな、やつとかも結構調べると著作権とか残ってたりするんで、だから、ダメなんですよね。っていうことですね。いや、はい、脱線するけど、この MINY、ミニと呼ばれる、その人が何らかの精神障害に該当してるかどうかを、まあ、ぶわーっと調べるためにある、うん、まあ、なんだ、心理検査、うん。なんかどっかで聞いたことはありますよね、ミニね、はい。あれね、なんか実は、著作権的なことが急になんかいろいろ、日本語版が出版されなかされなくなったこと、発行されなくなかったことをきっかけに、実はミニをやると、一人にやるごとに、なんか、数千円だかなんだか取られるみたいな、一人取るだけだよ。数千円かかる。千円はかかったはず。一人取るごとになんかお金が発生するみたいなことを求められるようになり、もう、100人検査、したら、もうそれだけで10万。いや、そうなんですよね。もう、研究が急に苦しくなる時代が来たりして。この手の話は、実は厄介ですよ。いや、結構そうなんですよ。メンタルヘルス系が結構その、ベンチャーとか入ったりとか、お金の問題が加わってきてるんで、もうよくわかんなくなってきていて、それでもうちょっといいやと思って、僕はいるんです。本当の研究者だったら本当その辺突き詰めて大丈夫な枠組みを、そしてお金かかっても大丈夫な研究費を取ってとかあるんだろうけど、そんなことできない。そう、やってもどうすんだって話で、僕別に研究者じゃないんで、そもそも。どちらかというとビジネスマンになってきてるんで、あんまりな、患者さんの役に立たない研究はいいかなと。そうなんか、そういうお作法の話なんで、もういいかなと思って、そうだね。いや、思わぬことを迷っていらっしゃいますね。そうなんですよ。それで、企業側に入っていかないといけないのかなって僕思っていて、結局、メンタルヘルス的なものが、なんか結局、僕 YouTube これだけ頑張ってるのに、意外と知られてないなってことが分かってきて、で、誰も見てくれないんですよ。患者さんたち以外は。だから、直接、やっぱ企業とかに乗り込まないといけないんだってことが最近分かってきて。チャンネル登録者数今ね、いくつあるの ?30?30何万か、5万とか言ってましたけど。35万の人に誰も見てもらえてないって言われると、立ってない。いやいや、だから業界の人はいるんですけど、その一般の人とかあんま見てないんですよ、ね。そういうことなんだよね。だから啓蒙活動とか啓発活動が、なんか思ったより進んでないってことが分かって。別に街の中歩いててからって、あれ増田じゃねとか言われないもんね。そうなんですよ。だから、別に言われなくてもいいんですけど、ちょっとあんまり響いてないってことが分かってきたんで、ちょっと企業側に直接入っていって、そうすると結構、企業の方でも精神学とか、メンタルヘルスをどうしたらいいか分かんない人が結構いるんで、だから自助会って結構、自助会で教えてることと講義内容とシナジーがあるんじゃないかなと思って。というか、自助会の中でワークショップとか、講義とかをしてるの？そうです、そうです。ああ、本当は自助会って言ってるけど、かなり医療主導の要素があるやつなのかな？いや、3分の1ぐらいです。ああ、そうなんだ。はい。3分の1僕のやつがあって、そこでバーッとみんなが、バーッとやって、で、どうですか、どうですかってやつをまとめて、またバーッとやったら、バーッと動くっていう感じです。うんうん、その時にバーで説明されました。すいません。で、わけでそういうのをやってるところに、まあ、企業とかにもどうよ、どうよって言ってく、もう、やってるからといってみんなが来るわけじゃないから、もう、アピールしていくことをやらねばと。って思ってます、ね。うん、何分喋ってるの？ 20 分ですね。25分。そう。それどう思いますか、もしかして。いいんですかね。いや、いいんじゃん。いいじゃん。僕はやらないタイプのことを、しようとしてるなと思ってるだけで、いや、熱心だなと思ってます。熱心。いや、そこでちょっとお金を回さないと、自助会で儲かることはあんまないってことだったので、で、ちょっとそこでパッケージを売って、ちょっとその貯金を作んないと、
あの、なんか、もう入ったやつがそのまま出てるんで、結構その、自転車創業的な。自転車創業なんですか。なんかこの話面白い人いるかどうかわかんないですけど。ポケットマネーを持ち出すんではまたなんか違うし。持ち出してもいいですけど、そしたらなんかぐちゃぐちゃぐちゃってなっちゃうんで。やっぱりちょっとプールを考えないといけないなと思ってて。だそうです。そうなんですよ。その時にはお金の動くことを考えるんだな、増田先生は。そうですね。お金がないと動かないですからね、何も。まさきお金、ちっちゃなお金の中で、物を動かしてるからな。そう、ビジネスマインド。ビジネスマインドないからな。その時に趣味の範囲内で、やることをずっとやってるから。でもなんか昨日なんか中学生がうちに来たんですよ。中学生が、その、これどこまでオープンしていいかわかんないですけど、その講演会を頼まれていて、その有名な中学校なのみたいなんですけど、で、そこの子が、そこの学校は結構熱心で、講師がその喋る内容を決めるんじゃなくて、中学生が決めるみたいなんですよね。講師にどういうことを喋ってほしいか。それで、事前の打ち合わせってことで、中学生が来て、学校の先生と一緒に。で、なんか、いろいろ聞いてきてくれて、でもやっぱり、その、社会活動とか、ビジネスマインドとかの話は、聞かれましたね。へぇー、うん。その辺、じゃあ、こういう内容を教えてください、みたいなのを、打ち合わせしたのね、中学生と。そうですね。面白。そうなんですよ。早いんですよね。だからもう、なんか、早いなぁって思って。いろんなこと知ってるんですよね。なんだ、ただ精神医学語るんじゃない講演会なの。だから YouTuber っていうのも、やっぱ面白い。だ人気なんですよ、今。YouTuber って仕事が。YouTuber ね。そうです、そうです。なりたい職業ランキングで。なりたい職業ランキングって、いろんなものがあるけど、めっちゃ選んでいくと、なんかこう、1位医者、2位 YouTuber。そういうのあった。そうそう。3位起業家とか。だから、憧れなんですよ。こんなのが。面白い。そうなんです。僕たち憧れの、そうなんです、ね。そういう匂いがしねえな。まあいいよ。面白いですよね。まあ、YouTuber っていうのも、ただなんか、楽しそう、儲かりそうじゃなく、なんか本当に持つべきものを持った上で、その上でそれを世の中に発信していくみたいな YouTuber になってほしいなぁ、ね。最近人見れば、なんか YouTuber やんないんすか言って待ってること誰もしないなぁ。そうですね。よし。な、んな感じこれ。やめますか終わりますかじゃあ。こんな感じで。撮れたかじゃあ終わります。撮れる。なんか思うことあったら、コメント欄にお願いします。はい、じゃあ終わります。はい。そう、終わりますって終わるんです。増田先生っぽい。あ、そうです。はい、ということで終わります。終わります。はい